腹筋よりも簡単にお腹に効いてウエストが引き締まるプランクパイプのやり方を紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで今までなぜ効かないやり方をしていたのかショック受けること間違いなしです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ウエスト引き締めるプランクパイプの応用編を紹介していきます。プランクパイプというと、プランクの状態でお尻を左右に振るやり方になるんですけども、これ実は腹筋とウエストに効きにくいんです。腹筋に効くポイントとしては、肘が少し前にあるかどうか、お尻が締まって骨盤が立てられているか、重心が腕よりも足の方にあるかっていう、この3つがプランクでお腹に効かすポイントになるんですが、このプランクパイプ実はお尻が上がりやすく重心が前に行きやすいので、実はお腹とウエストに効きにくいんです。これを膝つくことでたった30秒で腹筋、外腹斜筋に効かすことができます。呼吸をしっかり使うことによって腹横筋にも効かすことができるので、お腹をへこませたい、腹筋してもなかなかお腹が変わらない、食後にお腹が出やすい、そういった方は今回のプランクパイプ膝つきバージョンをやってください。スマートフォンを持ったまま行いますので一緒に頑張ってみましょう。そして膝をつくので膝が痛くなるかもしれません。床が柔らかいところでやることをお勧めします。これを一緒に30秒間頑張ってみましょう。やり方はとっても簡単になります。はい、まずプランクで効かすポイントとしては、肩の下に肘ではなく少し前に出す。そうすることで腕に力が入りにくい、肩に力が入りにくいので足に重心が乗ってお腹に効きやすいです。そしてもう一個、プランクパイプはお尻振るのでお尻がこのようにね、上がりやすいです。お尻が上がってしまうと腹筋が伸びてしまって力が抜けてるので、必ずお尻を締めるっていうのがポイントになります。で、今回膝をついてやりますから、膝をつくことでお尻を締めやすくなります。なので腹筋に効きやすいです。これをですね、とっておきな方法としては、このように足を曲げときます。そしてお尻が出ないようにお尻を締める、前ももが床すれすれぐらいまで下ろします。前もも床つかないように、床すれすれ、そうすることでお尻が締めやすいです。このように出ないようにお尻が締めやすいです。そして肘を少し前に持っていって、この曲げてる足をこのように振ります。曲げてる足を左右に振るだけ、お尻を振るんじゃなくて足を振ります。そうすることでお腹が締まったままで足を振ることができます。これ足が上がってるとお尻が浮いてお尻振るだけになっちゃうんで、足を振る、お腹締めたままです。そして肘の位置なんですが、これ行っている間に足に重心が乗ってますから、だんだん体がね、後ろに下がっていきます。そしたらどんどん効くようになるので、体がね、だん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 このように後ろに下がっていくんですが、そのまま続けてください。30秒、息は長く吐く方がいいです。息止めない方がいいです。これやってみましょう。はじめから肘は少し前、肩の下より少し前です。そしてお尻を締めて、前もも床すれすれまで持ってって足を振る、いきましょう。30秒、スタート。このように足を振ってお尻締めたまんま、あーもうきつい、体がね、すでに下がってきた、お腹力入れたまんま、だいぶ下がってきた、肘がだいぶ伸びてきた、あと少し、お尻締めたまんま、ダハハハハ、腹筋待って、腹筋、お疲れ様でした。膝ついたプランクパイプやってみた方はどうでしたか？よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。
膝をつけてないバージョンと膝をついたバージョン、どっちが効いたよっていうのをね、コメントで教えてください。今回たった30秒しかやりませんでしたけども、これしっかりね、腹直筋も外腹斜筋も、そして息しっかり吐くんで腹横筋3つとも鍛えられるので、腹筋したら首痛いよとかね、腰が痛いよって方は今回の膝ついたプランクパイプぜひ使ってみてください。もちろんね、元気な方は30秒じゃなくて40秒50秒やってもいいですし、2セット3セット4セット行ってもしっかり効かすことができます。ポイントとしては、必ずお尻を締めとく、前ももが床ギリギリまで倒しとくっていうことが、腹筋に力入ってる状態をキープするポイントなんで、そうやってやってみてね、意識して腹筋効かなかったよって方はね、もう一度意識してやってみてください。ということで、今回膝ついたプランクパイプ紹介でした。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらって、 Instagram なんか毎日配信してるんで、よかったらフォローしておいてください。そして説明欄にあるタートルワークアウトサブチャンネルになるんですが、あっちは解説を抜いた運動のみ、音声なしっていうので配信してます。何度も見ながら運動だけしたいよ、解説分かったよって方はね、タートルワークアウトの方もチャンネル登録してもらって、動画見ながら頑張ってください。今回もご視聴ありがとうございました。 Thank you.